どうもということで、今週もですね、水曜日になりましたんでチートデーということで、お酒を飲みたいというふうに思います。ということで、まずはいつものようにこれラフロイグのハイボールですね。ちょっとね、ラフロイグも全部なくなったんで、ちょっとティーチャーズを足したハイボールになります。ちょっと飲みます。あ、うまい。あ、約1週間ぶりのお酒ということで、やっぱりうまいですね。あ、今週もね、いろいろありました。今週もいろいろあったということで、ですね、今週、このワインをね、このワインをいただきました。お客さんからワインをいただきました。これはどこのワインかな。原産国ドイツですね。ドイツワインということですね。白ワインということです。品名ワインとしか書いてないですね。ピーロートジャパン株式会社取引先、ちょっとよくわかんないですけども、ピーロートって書いてますね。ピーロートちょっといただきます。せっかくお客さんからいただいたんで、ちょっといただきましょう。ちょっと甘みやと言ってありましたけども、ではこの、ティーチャーズを買った時にもらったグラスですね。これでちょっと飲みます。これで飲みます。まあこんなもんで、僕はワインの味がよく分かんないですけど、あー甘そうな味ですね。あ、うわ、これは飲みやすいですね。まあちょっと甘め、白ワインなんでね、甘めですけども、これは飲みやすい。ガンガン飲んでしまうパターンなんで、ちょっとある程度抑えます。この白ワインがね、こういただいたお客さんっていうのがね、その時で113回来ていただいてますね。ご来店113回目の、一応しっかりつけるようにしたんです。こう何回来ていただいてるとかつけるようにしてこうやってるんですけども、ちょうど113回、最多の方ですね。女性の方ですけども、うちのお店最多、回数来ていただいてるお客さんから、この白ワインですね、この白ワインをいただいたということです。で、2人目はね、今日来ていただいたお客さんでですね、男性の方なんですけど、今日で109回ですね。109回来ていただいて、もう非常にありがたい。どちらのお客さんもありがたい、他のお客さんもありがたいんですけども、特に100回超えっていうのはね、すごくありがたいなというところですね。うん、うまい。これうまい。で、先週から飲んでます、この晩酒一献ですね。晩酒一献、日本酒晩酒一献、ちゃんと冷やで、飲みます。今回も飲みでいきます。ちょっとね、ワインがこれなかなか、なかなかのもんですね。ワインの後味がすごい残ってますけども、またこれですね、晩酒一献、これをこのグラスに注ぎます。あ、だいぶ減ってきました。明日、日本酒を買おうと思います。明日日本酒を買おうと思いますけども、晩酒一献、これはこれでちょっとちゃんぽんが過ぎますね。こうワインと、日本酒と、あ、うまい。やっぱりうまいね。それでですね、今日はですね、このワインですね、ワインにこう合うものとしてですね、このクリームチーズですね。このクリームチーズ、やっぱりワインにはチーズかなというところで、クリームチーズをこう開けてですね、クリームチーズを開けてですね、ここにですね、塩昆布を乗せるんですね。このクリームチーズ、そんな高いクリームチーズじゃないですけど、ここに別に、ただのこう、あれですね、塩昆布、もう100円ぐらいのこの塩昆布ですね、これを乗せると。これがね、ものすごい合うんです。これはぜひ、こう、チーズ、クリームチーズとか結構好きな方はやっていただきたいと思いますけど、こう、つまみが好きな方はね、こう、ありますよね、この、塩昆布をこのクリームチーズに乗せるんですね。塩昆布をクリームチーズにこうやって乗せて、これでこれを食べると。
うん、うまいです。うん、なかなか美味しい味と、うん、これはね、お客さんに教えてもらったんですけども、そのお客さんは居酒屋でね、クリームチーズに塩昆布が乗って出てきて、で食べたらめっちゃうまかったんで家でもやるようになったということで、うまいですよって聞いたんで、僕はこれをやったと。で今日まあこの白ワインにねちょっと合うかなと思って、あ、これでも今日のワインはこれでおしまいです。あとはちょっとあの家族にあげます。で今日のジャンクフードですね、今日のジャンクフードこちらです。小池屋、ずっと小池屋続いてますけど、小池屋の、じゃがいもココチ、じゃがいもココチですね。これ知ってはるかな。これ僕結構まあまあ好きなんですけども、一回も食べてない瀬戸内青のりと、甘みの塩、青のりと甘みの塩、のり塩みたいなものですね。これをまあまあ食べようかな。なかなかうまい。今日はこのジャンクフードで行こうかなと。あー、やっぱりの青のりの匂いがします、うん、これですね、うん、うん、ちょっと分厚いですね。あ、普通のポテトチップスよりは分厚いですね。もっと普通のやつは薄いんですけども、これはなかなかこの分厚さがあると、これはなかなか食べ応えある味ですね、うん、美味しい美味しい、うん、うん、うまいです、うん、ちょっとハイボールをいただきます。まあ今週はほんまにでもいろいろありましたね、うん、今週もこう全力を、ほぼほぼ全力で、全力っていうかそのやれるだけのことはやったかなという感じですね、うん、自分の中ではこういろいろこうやっていってるっていうのはあるんですけども、なかなかねこう結果がこう、ついてこないというか、まあ時間かかるんでしょうけども、やっぱなかなかこう結果がついてこないんで、頑張ってね、結果がついてきたらもっと僕は嬉しくなるんですけども、まあこの過程もね、この結果が出るまでの過程もまあ楽しんでやっていこうかなという感じではあります、うん、ちょっと晩酌1本もらいます。晩酌1本いいですね、うまいです。晩酌1個もうまいし、この白ワインもうまいし、このハイボールもうまいしって、もううまいもんばっかりです、ほんまに。このね、だから水曜のこの酒を飲めるこの時がもう最高ですね、最高の気分になります、うん、でこの後僕は、まあ、家族のためというか、まあ、ピザを作ってですね、手作りピザをしてですね、ほんでまあまああとは、まあ、大河ドラマをちょっと見るというところですね。であとはもう酔っ払うと、でもう倒れるまで飲むっていう感じですね。飲んで食べてというところで、明日を迎えて、明日休み何しようかなっていうところですね。また考えなあかんですけど、ということでまあ今週はね、この白ワインをいただいた、これがまあありがたかった、まあいろいろ、うん、いろんなことあったんですけども、これが非常にありがたい、もう嬉しいかなというところで、今週の、ぼやきを終わりたいと思います。ということで、どうもありがとうございます。